AMD Geo では X86 互換のソークシステムオン A チップは集積回路の1個のチップ上にプロセッサコアをはじめ一般的なマイクロコントローラが持つような機能のほか応用目的の機能なども集積し連携してシステムとして機能するよう設計されている集積回路製品である大容量の D ラムやアナログ回路の混沌には様々な難しさや リスクもあり、デメリットもあるため、d ラ a m を別チップに集積し、同一パッケージに収めたシップの形態を取る製品も、ある。1970年代中頃のマイクロプロセッサは、集積度が、まだ高くなく、いわゆる CPU としての機能のみを持ち、メモリや、パラレル I、O、ユールトなどのペリフェラルは別のチップ、別のパッケージのものを利用し、プリント基板に、 それらを実装してシステムを構成していた。1980年代頃からは集積度の向上もあってマイクロプロセッサ周辺の機能を1チップにまとめた、いわゆるワンチップマイコンと呼ばれる製品が現れた。また、顧客の個々の要求に応じた特定の専用回路をマイクロコントローラに付加することで汎用性は下がるがその用途に対して最適化した。 製品も作られるようになった。半導体メーカーとしては、チップ単価が高くできる高付加価値商品として、セットメーカーは、装置全体のコストダウンにつながるとして、出荷数の多い装置で採用された。このような製品は、ASIC やカスタムチップと呼ばれていた。集積化の流れは続き、以下の理由からさらにその流れが加速した。これらの要件を満たした。 設計手法及びこの設計手法によって製造された半導体製品をソークと呼ぶ。1チップに集積したソークと複数の単機能 LSI を基盤に実装したバイトの比較を以下に示す。ソークという言葉が使われ出した時期は定かではないが、1994年という情報がある。当時 ASIC やマイコンといった呼び方は陳腐化しており、 高付加価値な印象を与える新たな呼び方として注目された。IP コアを用いることを前提にした設計方法が主流になった頃からソークという言葉が使われる場面が増えた。当初はシステム音 AZIP のほかシステム音シリコンとも呼ばれていたが次第にソークに落ち着いた。またソークに近い意味合いの言葉として システム LSI という言葉が存在する。システム全体の回路全体を1チップに乗せられるという意味のソークだが、上記のデジタル回路以外に大容量のメモリやアナログ回路も同時に搭載したものを指す場合がある。従来のマイクロコントローラーでも比較的小規模の SRAM や ROM は搭載していたが、数メガバイトを超えるような容量では実現が難しく、 外付けのメモリを用いる必要があった。メモリの代用量化は SRAM より d r a m が適しているため、論理回路と d r a m の混載が過去から試みられて、いたが半導体製造プロセスが異なるため実現が難しかった。1998年前後に d r a m 混載プロセスが実現されたが、口日の問題点もあり、すべての用途において最適とは限らない。また、 アナログ回路も論理回路と異なる半導体製造プロセスが必要になることが多く大規模なロジック LSI に汎用的なアナログ回路を混載することが難しかった。ソークと呼ばれる前のマイクロコントローラー製品では A、D コンバーター D、A コンバーターや PLL など一部の回路は実現できていたが電源用などの大出力トランジスタや高精度のオペアンプ 高周波を扱う RF 回路は混載が難しい。デジタル回路、アナログ回路混載のことを指すミックストジグナルという言葉も存在する。2007年現在、ソークといった場合、必ずしも D ラムやアナログ回路を含むとは限らない。ソークには長所、短所があり、以下のような点が短所として挙げられる。D ラムやアナログ回路を混載する場合、以下の点も、 問題となる。これらの技術的課題やリスクはあるが、半導体製造プロセス技術の改善はもとより、メソドロジーの改善、これらを考慮した上での柔軟な仕様、DFT、DFM 技術の発展などにより、克服されつつある。これらについて、全くノウハウを持たない場合は、依然として、リスクが大きい。また、これらの経緯から、 大規模な集積回路の製造方法に対する別の手法も求められ、蒸気の問題を解決する手段として、シップが注目され始めた。シップは 200X 年代前半に実用化され、創クの弱点を補う形になっている。創クは、シップによって完全に否定されたわけではなく、開発と製造が順調に進めば、量産効果によるコスト低減効果は大きく、 状況によって使い分けたり、装具とシップを組み合わせて用いたりする。ありがとうございます。